NHK は断ってるよ。いや、NHK じゃないです。明けましておめでとうございます。おめでとう。今年もよろしくお願いします。おめでとう。1日だな。1日です。やることねえな。マジでないですね。正月な。はい。やることマジで暇すぎます。本当に暇だろう。はい、本当に暇だわ。お前らいないと誰か社員いじめてないとテンションがない。いやいやいや、今日どこ行くんですか。今日どこ行くんですか。そんなこと知らんがや。お前が決めたんだろう。はい。僕はそうですね、段取りして。僕は段取りして。うん、そう。はい。な、なに、どこでも。今から長島です。長島二人で。はい。嘘でしょ。長島スパランドからの、うん、ナバナの里コースです。ね、あのリリちゃんのデート、デート。僕と社長で。絶対リリちゃん勝てんやん。そう。はい。なんか、あの、杉本とリリちゃん付き合ってるでしょとか入ってたら。入ってましたね。付き合ってんのかマジで。あ、付き合っとんのあいつは本当に。僕なんかテラギスさんなのに杉本はリリちゃんで。付き合ってんの。僕ら付き合ってます。でもさ、本当にさ、まあ、視聴者の皆さんあれもう知らんかもしれんけどさ、はい、あれからやたらテラギス本社来るよな。めっちゃ来ます。たまたま本社の本社があったのもあるけど、はい、気づいたらあいつお前の横でずっとなんか、そうですね。それで俺が近づいてくるともう顔がこわばってるから社長来たみたいな感じで、あ、あーっすって。どうしたお前何やったの。いや、飲めてるでしょ。とか。じゃあ飲んでおこうと思って。お前のこと大好きだろ。そうですね。違ってくるだろ。はい。コブが一人で来たと思ってた。実家行くんだろう。はい。もう顔しとったぞ、あーちゃん、マジで。あ、マジですか。あれ、よいしょやーって言ってたよ。あれ、よいしょやー、はい、戻ってきたらよ、わかんか。ほんで言ってた。俺と変わんないやろ。何やってたんですか、今日一日。いじめるやつね、ずっと誰かにテレビで話しとった。誰もでんかった。従業員じゃない、どこじゃない、もう飲み屋のところにそこで話して、僕でも言ってますもん。昔中に LINE 電話したけど、誰も出んで。誰でもいいから。障害の鏡見て自分に向かって。テレビ殺すぞ。この鏡に向かって、だいぶこの鏡も疲れてるわ。もう割れそうっすかも。ほら、とか言って、このクソ男が、つって、あれ、かっこいいと思ってんじゃねえぞ、てめえ、ほら。言ってた、ずっと。ずーっとやってたんすか。ずーっとなんかもうお前聞いちゃった。早いな、お前。もうちょっと、まだこいつに言いたいことたまだあったから。さあ、僕何言ってんじゃねえよ、お前。さあ、行くか、じゃあ。はい。あれ、そういや、何、求人道場とかも行った。何にも行った。まあ、見てない。でももうすぐそれ500社行くだろう。あ、もう行くんですか。なんか採用決まったとかちょこちょこ来るけどな、インスタとかに。あ、そうなんですか。うん、決まりました。求人道場も結構俺の知り合いもいっぱいやってるみたいで。はい。応募はないとか言ってたけど、知り合いは。はい、はい、あれってでもなんか電気屋とかでもいいんですか。そうそう、建設業。この間も来とったよな、なんか来てましたね。うん、だから建設業って全部出せるの。職種選べるもんで。はい。で、まあコメント書いて、あの、いろいろ求人の中に書いとけばそれで検索で来るもんで、逆に強いよね、建設業専門なで。ああ、そうですね。まあ、そういう子っておるじゃん。例えば家の近くで、まあ、例えば鉄骨壺やったけど今度足場やってみたいとか、足場やってみた、足場やってたけど鉄骨やってみたいとかさ。はい、はい、だからいろんな言葉を書いた方がいいかもしれない。ああ、結構検索で引っかかるんですか。そうそうそう、だから俺分からんけど、あんまりそういう設備とかあんまりやったことないのかな。でもまあ会社でやっておいていろんな仕事やったけど、まあ、繋がっとるもんな。繋がっとるっていうか、まあ、やっぱ体力使う仕事っていうか、はい、ルーティーンは同じじゃん。朝8時に現場行ってとか、はい、そういう環境に慣れた子をやっぱ採用するっていうのはいいことじゃん。はい、だ営業の子なんか無理じゃん。そうですね、朝もう20日出勤になれとるし、はい、でその代わりになんか残業が多いとかさ、営業って、はい、なんかそのルーティーンが違うじゃん。はい、だから建設業に慣れた子が他の家の近くで違う職種やってみたいっていうのが結構多いから、はい、建設業専門って結構強いと思う。結構強いですね。まあだけど正月前、うちの実家にお前ついにカメラ入れるとな。俺も僕殺されないですかね。誰に。俺を産んだ母ちゃんと父ちゃんなんでな。弟と姉ちゃんまで俺でな。マジっすか。ちょっとマジでやばいぞ。入れます。僕ます。はいはい、陶器がないから。はい、なんかあだなんか舞踏色がなんかあったじゃん。はい、ワンピースで。あの状態じゃないともう気絶するかもしれない。わーって言って、うん、見えない壁とかありそうそうそうこんな田舎だしな。もう光もや。俺これしょ、あ、俺小学校行ってみようか。あ、小学校だ。
の映像なの西福田小学校さん奥前ですか。あ、そうですね。さすがにみんなっていうか、お前本当に門前払い食らう可能性あるでな。マジっすか。マジ許可出してないんだな。母ちゃんにちょっと正月動画撮りたいで動画撮るわって言ったら、はい、よいしょーって言ったら、本当にあとパーゴに繋がれーって言って本当に言った。バカ言ったのよーって、それも撮れるわけないからーって言った。ボコボコにされないですか。僕ボコボコにされないですか。もうやばいぞあいつ。あいつ俺にこ の精神を植え付けた女だから。俺にこの闘争心を植え付けた女だから。アポなしなんすか。まさかの。いやいや、アポなしじゃん。アポ断り。アポなしより上だわ。ね、アポなしよりランクが厳しいよ。アポ断り。拒絶、アポ拒絶の。アポ拒絶だから。でも結構見てるらしいもんな、息子の YouTube。あ、そうなんですか。なんて、なんか言ってました。あんたはなんか社長になってちょっとは人間まともになったかなと思ったけど、何も変わってないんだよ。変わらんどころかひどくなったね、あんたって。そうだ、もう動画的にやっとるだけだろうとか言うじゃん。はい。急いでたらかいのあんたーって言ってるわ。そう。ぶち込んだらな、今日は。大体なんか、親子同士で大体なんか、本当の意味の親子たっぷりだな。使えるこれ。これ。めちゃくちゃ使いたいです。お前興奮しちゃうかよ。お前面白すぎましたね。嘘、俺の父ちゃん母ちゃんって賛否。弟と姉ちゃん含んだらコピーだ。めちゃくちゃ言っとったわ。まあ正月2日だろこれ。2日です。本当お前本当神様にすらそっぽ向かれるわ。朝6時ですもんね。しかも朝6時からお前どんだけこいつめちゃくちゃ言っとんだ。何なんだな、うちの実家。そうだね。43人もらったよ。はい。正月帰ってくるのに土産もなしって終わっとる。でも自分で飲みたい酒飲んできた。ビールしかないだろうな。毎年ビールしか飲まんけど、ダイエットしようで焼酎がいた。ああそう。焼酎と炭酸割り。昨日も飲んでたんすか。ずっと飲むしかやることねえだろ。やることある。逆に教えてほしい。正月の生き方、仕事の休みの日の生き方教えてほしい。友達と集まってワイワイと。43だって同じ終わったら気持ちいいだろう。そんなことなくないですか。そうそう、同級生とかゴルフ行った。あ、そうだ。昨日ゴルフ行ったよ。ゴルフ朝からゴルフ行って、はい、さすがにみんな結婚しようもんね。はい、あ欲しいけんやん、はい、でどうするって言って3時からバーミヤンだわ。3時バーミヤン。え、あの桃のやつですよね。そう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 。しかも2人で独身2人組で、はい、独身2人組でバーミヤン。まあ、だんだん友達あの LINE とか電話しまくって、はい、だんだん増えてて、バーミヤンバーミヤンではしゃぐか。カラオケなり感動しろ。マジっすか。マジっすか。僕でもお前次第じゃない。衣装いけないのかどうか。衣装変えてないです。ワンピース自宅にいけないのかどうか。お前次第じゃない。あけましておめでとう。お邪魔します。チェンジします、ね。あ、チリー。メルマン来たの？お邪魔します。遅いわね、あんた。嫌だわね、そんな遅いのに。あ、何時来た？もうだけどもう食べたわ。6時に来るっけ、お前。いや、違うよ。あんた6時電話しよう、またやっちゃう。ちょっと言わない。いや、さっきメール売ってたわ、おっかんは。あ、ほんと。あ？あんた6時だ、行ってるのね。皆さん、日本語喋ってください。なんか、なんか、普通、正月も。ねえ、正月に。坊主の方がいいよ。こっちの方がいい。坊主の方がいい。なんではっきり言わんけ、やない。いいんだと思うよな。暇なんでいいから、違う。あのカメラの文明に気づいてないな。文明に気づいてないな。なんかじゃあ面白いこと言ってよ。面白いこと言ってよ。あ、あんたがだって転がさなきゃならない。下げ下げ下げ起こせ。あ、食べてるよ。あんた食べてるよ。食べてる。お前はちょっと一緒に来るか分からない。よし、お疲れ。はい、お疲れ。はい、深夜はよろしくお願いします。お茶飲む？
あ、いいです、いいです。お茶持ってる。A はカメラ持ってる。ゆっくりやるんだ。こんな姉ちゃんだけど、お前フランス料理の店ではマダムとかやるときのさ、気持ち悪いやろ。気持ち悪い、気持ち悪い。いらっしゃいませとか言うんだろ。キャラが変わるわけ。何ソムリエの免許も取るの？ソムリエ持ってるよ。ソムリエだ、ほんとに。俺より全然先強い。ゲームやろうと思ってファミコンやった時に、はい、でこいつがお父さんこのゲームねどれが面白いんだよって、僕やなドラクエファンな一番最初その話面白い話あるんだよで買ったんだ、はい、で俺は買ったことないんだよ。とにかくドラクエっていうのがめちゃくちゃ流行っとって、はいはい、ファミコンの本体は買った時だね。そうじゃあカセットも1本か2本一緒に買ってまいるわけじゃん。はい、ドラクエを買おうって言って話じゃん。さ、まあ、もともとはファミコンを買ってくれるって、はい、本体はね、はい、でカセット何買おうみたいな。で五右衛門か確か。そう五右衛門ってあったじゃん。頑張れ五右衛門家ですか。頑張れ五右衛門家です。頑張れ五右衛門家のやつとドラクエに悩んだんだから。そうそう、一本しか買ってない。一本しか買ってないんで。んでカズロンが、お父さんこれ面白いでこれ買おうって言って買ったんだよ。はい、でいざやったら、もうみんな誰もわからないのでやり方が、はい、で俺がもうこういう性格だもんね、なんだこのもんばかり、何が面白いからバカにかって言ったら、一つだけはファミコン買ってもらったんだよ俺が。だけど父ちゃんが最初からやり始めた。ちょうどあのさ、ドラクエ1ってさ、最初にさ、はい、お城の中でさ、あの王様とお姫様がおって、はいはいはい、なんかちょっと助けてくださいって、はいはいはい、で、あ、わかりました、じゃあで行ってきますって言ってさ、扉のところでなんか扉かなんか押すの。ああ、そうですね。あ、あるだろ、はいはい、でそのコマンドっていうのがないじゃん。もともとなんかスパルタンクスとかそういう形式がないじゃん。小さい時はそんなのしか友達に家でやったことないわけじゃん、はい、あれで話すとかなんかあったね。で、あれで扉かなんか押さなかったね。そこの、だってそこの、もうちょっとしたマスから出れへんの。はい、で、父ちゃんがやったんだぞ。俺らやらしまえてないんだぞ。見てただけです。そう。で、それで暴れ出してボコボコに殴られたと思うから。え？今の時代で言ったらもう虐待完全に捕まってるよ。だから、捕まってるよ、そんなもん。だから、今乗ってるとさ、何虐待じゃなくても、かなと思って電話してくださいって、間違ってもいいですからって、よう宣伝してるんだわ、うん、あ、車で走っとって車乗っとるとそういう、あ、ラジオがな、うん、ラジオが宣伝するわけよ、うん、あ、虐待ってちょっと疑いがあるんだったら、近所の子で怪我とかしとったら、通報してね、うん、怪我したらでもそれも、うちならとっくにやら通報されてるわけよ。あんたは年がら年中血出したって。なんで喧嘩して。誰と？弟？音じゃない。大きいこと、大きい子に向かっていくから。あ、そう。でもちょっといい。お姉だろ、そこは。違うよ。そうです。喧嘩しとんの一番しとんのお姉。いい話をしてあげなきゃ。うん、私が隣の男の子たちにいじられてるのを、お前がさ、助けてくれたじゃん。うん、ちょっといい話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 、だから多少はね。ないない、それどういう話？違う違う。だから学校の帰りにお姉しょっちゅういじめられてたから。いじめられとったね。2個違うの、ちなみにね。あんたが最初にいじめられとって、そうであんたが誰にいじめられた？まあ、それは、ね、その2人じゃないのに、3人とか3人にいじめられとって、あんたが助けに、まあ、田舎話ってあるのね、うん、そういうの助けに行って、まあ、ほんでみんなにその3人にやられて、負けてるから、あんたが負けてるから、うん、秋がまた入って、そんな2人で同じだろ、2人で3対2で涙取ったの。まあ、そういうことだよな。向こうは男さんにな。どんな小学生やったの俺は。あんた、あんたはね、ひどい。これ使えんだろ。何がひどい。何しろ、あれだわね。中学校もそうだけど、まあ、小学校の時もあれだわね。
学用品だけ持ってかんだろ。学用品だよ。本とか。あ、本とか。教科書とかね。じゃあけどなんかさ、まあ貧乏したらかんけど。違うよ。私あんた勉強させるためにあんた学用品はもうすぐ買ったよ。あんた。で鉛筆をさ。お母さんなくしたいって。じゃあ知ってる。俺すぐ鉛筆なくすもんで。はい。鉛筆5本ぐらい全部紐でつながったなんて。そんなことやってるしもね。あんた板は勝手に作ったやん。軽度みたいなのつながってたって俺覚えてるもん。あれ恥ずかしいでしょ。そうかすげえ鉛筆投げつけたもん。ものすごい落としたもん。何でも失ってきたもん。何も考えれんもん。何でも失ってきたもん。43年間何も考えれんもん。ただ神が導く方向に進んでるでもまあ勉強はできた方だよね。いやだ勉強せんかったけど4年生ぐらいまではだって学校で一生懸命勉強してあのそのクラスでな。そうそう勉強したことないのに。そうしたことないのに。そう勉強2年生までだもんそれ。そうだっけ。で今の子ってさ本当にさ、うん、まあこれね視聴者の人も見とってまあいい気にならん子もおるかもしれんけど、うん、なんかきちっとライン引きたい人ばっかじゃん。なんか生き方って、うん、そうそう生き方って俺はそうじゃないと思うから、ね、でもこいつでもそうじゃん。じゃあカメラやって編集やってでも、うん、やっぱ今も楽しいから正月でも来るし、うん、もちろん そ,、ね、でその分で会社としてもお前だってもう休み取れよって休み取れるだろうし、まあねそ, うね、だからそんなもんじゃん。金儲けってそういうもんじゃん。用意取った近所の奥さんが、うん、勝君はあのなんていうの昔の子だいって何昔のことなんていうの なんていうんかな、まあ、だから自分で答え出す子だよな。学校に行きたくなかったら行かんでいいと思うんだよね、うん、だから野生人こんな田舎に住んだらそれ野生人になるのそんな田舎だからもう利口なんだって本当にで自分が嫌なことやんないのだから笑うことも聞かんかってでも俺多分本当にさ、うん、本当に俺が一個思うのは、うん、まとも43になってもまともにもなってないし構成もしないんだ。ただそのあの重圧があるよね。まあね学校行ったら勉強するもの、直したらいかんもの。うん、だけど人間として間違ったことさ、まあやってるけど、まあね、人間として間違ったこといっぱいやってきたけど、でもなんか、まあ、そこじゃないのかなって。まともになったな。え？まともになった。まあ仕事は昔からようやってる。あの仕事好きだね。やっぱ給あれだからな。根は真面目なんだもん。お金は欲しい。根は真面目っていうか負けたくないんでしょ。うん、負けたくないから。うん、まあそうだな。うん、まあ負けたくない。で、うちの社員ってみんなそうじゃん。別にまあその自由にやっとるじゃん。ね。そうですね。仕事本当好きだよね。そうそうそう。みんなそうじゃん。ミッチーでもそうだよね。でみんなほんで仕事に対して。お店やったらそうでしょ。そうそうそう。そのプライベートと仕事の境界線ってないじゃん。うん、じゃあお客さんのお店付き合いで行こうか。でも、うん、嫌いなやつ付き合わんじゃん。まあそうだね。うんでしょ。でお客さんもそうじゃん。やっぱお店も安定してきたらやっぱ、うん、じゃあもうこんなやつにラスボスライブやったら、ねね、例えば貸し切りしたいって言っても、うん、もうあんなやつのよ貸し、ね、あすみません、ちょっとそういうやってやってます。そういうねマイナスの方の話だったんじゃなくてもっとプラスの方の話。でもそういうことでしょ、まあ、ビジネスって俺そう思うの、まあ、でも、ね、だって自分と付き合ってていい人と付き合った方がどんどん自分も良くなっていくわけだから、ね、うん、そうそっちの方が大事だよね。でも小学校の時から中学校ってそれを許されんとかね。まあでも逆にそういう なんで勉強しなきゃいけないのって聞いた時に、うん、大人が答えられないじゃん。ああ答えがあったら俺は多分やってたと思うんだよね、うん、なんで俺はそんなことないわね。なんで俺は人のもの盗んじゃいけないのって言ったら教えてくれなかったの。教えたかね。ダメだからってなんでダメなのって言った時に今ってわかるわけじゃん。ああやっぱ人を傷つけるってさ、うん、自分が損するよって教えてくれる。だってあれだよね、高校行った時はひどかったわな。廊下自転車乗って走り渡り犬連れてったり。1学期しか行ってないから。1学期じゃないわね。1学期も行っとるしね、まあ、通り抜けただけやつだわ。どういつもそろそろ勝信は通り抜けただけだ。お前あれだろう、入学式の時に喧嘩したんだろう。喧嘩せえぜんよ。しないでしょ。なんかお母さんに聞いたぞ。でもそれが一番仲良くなったやつだね。うんうんうん。なんかないの、もう一腹ないの。あんたが思い出して喋れるからね。もう思い出せない。何も覚えてないもんね。自分のやったこと。今日は俺が主役じゃねえで。ん？何も覚えてないでしょ。あんたの話は一回でもあるよ。何？ん？俺のクズっぷり。俺の武勇伝語ってや。武勇伝。クズならクズならクズネタ。あの子石黒くんがさ、石黒なち、うん、中学2年の時に入院したことあるからね、首の骨で、ラグビーで
あんたその時にさ、あんた本当に雪がちらついた日、あの石黒君を見舞いに行くって言って、で、あの灯油に、あの灯油入れて行きやいって、で、暖かくして行きやよいって。灯油入れてってどこに灯油入れたの？このストーブにね。家に？うん、家のストーブに。灯油入れてってって。で、暖かくして行きや、今日寒いで行って。俺がそんな寒さに負けると思っとるかそう言ってさ、真っ裸で灯油入れに行ってさ、そのみんなで全裸で全裸で意味不明。ほんで結局次の日、ね、何やってんの、あの風邪ひいとったから多分寝てたしとったわ。そこは使うわ。え、まあ実家はやっぱいいね、正月はね。皆さん、まあこれ正月に見てると思うんで、2日かかんの3日です。3日に上がると思うんであれですけど、なかなかやっぱ職人とかやっとるとなかなか実家も帰ってないかもしれんけど、まあいいんじゃない、たまに帰ってうるせえ親と会ってめんどくせえけどな、もっと俺をアップしてくれね、皆さん。で、求人同士やってますんで、またそっちの方も見てください。ちょっともう酔っ払ってきたもんね、ちょっとあんまりもうなんか喋れんわちょっと酔っ払ってるな。それ違う酔い方だな、やっぱり実家で酔い方って。またダラーと終了言い方であれですけど、またチャンネル登録といいね、よろしくお願いします。はい、本当やですか、あ、見てるんですか、小林家からお送りいたしました。どうも